どうもこんにちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今回は僕が今持っているサイン本を一挙紹介していきたいと思います。まあ、サイン本もですね、2つ種類あると思っていて、サイン会とかでその著者の方の作品を持って、例えば僕だったらまさきさんへとか書いていただける、そういうサイン本と、あの書店に並べられている書店が販売するサイン本っていう2種類があると思うんですけれども、そういうですね書店で買ったサイン本を紹介していこうと思います。まあ、それぞれの本ですね、いろんなエピソードもあるので、そちらも合わせて紹介できればなと思います。それでは参りましょう。まず1冊目がこちらです。厚川辰巳さんのアーミカンの殺人です。サインをお見せしますとこんな感じになっております。こうシンプルでまた味がある、こういうサインなんですけれども、こちらの厚川辰巳さんという方はですね、すごく今活躍しているミステリー作家さんなんですけれども、その方の一応最新作です。こちらですね、僕本当好きで、僕ミステリー小説大好きなんですけれども、この厚川辰巳さんの描くミステリー小説っていうものは、なんて言うんでしょうかね、なんかちょっと王道なんですけれども、若干そこを外しつつ王道の中のある一部分をピンポイントに深く掘り下げている作品が結構多いと思っています。例えばこちらのアミカの殺人なんかは、グレンカンの殺人という、1作目がありつつのこちらの2作目がアミカの殺人なんですけれども、このグレンカンとアミカンで高校生の探偵の内面というか、その内面にあるものっていうところを深く深く掘り下げていって、名探偵とは何なのかっていうところに焦点を置いた本格ミステリーなんですけれども、もうね面白かったですね。こちらも結構分厚いんですけどね。こちらのグレンカンとアオミカンの2つの作品同時に紹介している動画上げていますので、ぜひこちらも遊びに来ていただければ嬉しいです。そしてですね、こちらのアオミカンの殺人のサイン本を見つけた時のエピソードなんですけれども、僕サイン本とかをピンポイントで狙いに行く時とかあるんですよ。このアオミカンの殺人はですね、そのピンポイントに狙いに行って買いに行った作品なんですけれども、都内のですね大型書店さんに行きまして、このサイン本残っているというですねツイッターの情報を聞きつけて、休日にワクワクしながら買いに行ったという作品でございます。こう割とサイン本ゲットできるか不安だったんですけれども、残っててくれ残っててくれと思いつつ、電車に乗り書店で見つけて満足しながら買ったっていう本ですね。サイン本ということも相まってすごく印象には残ってるんですけれども、それ以上に作品の内容もかなり深々とその探偵の中身の部分について掘り下げられていますので、とても面白かった新本格ミステリーの作品でした。ということで1作目がですね、厚川辰巳さんの青みかんの殺人でした。続いて2作目がこちらです。道尾修介さんの風神の手です。いや、ついに来ましたね。僕がめちゃくちゃ大好きな道尾修介さんというミステリー作家さんのサイン本です。とりあえずサイン見てみましょう。じゃーん、こちらです。さっきの厚川辰巳さんと一緒でシンプルに名前が書いてあり、しかもですね、こう特有の字の癖みたいなのもありまして、いやー、めちゃくちゃいいですね。僕道尾修介さんが一番大好きな作家さんなんですけれども、道尾修介さんのね作品いろんなところで紹介していますので、ぜひこの道尾修介さんの素晴らしさっていうのも、お届けできたらいいなと思うんですけれども、この風神の手というか、龍神の雨、風神の手、雷神という、 こう神がつく小説の神三部作の道尾修介さんの作品を紹介している動画も上げていますので、ぜひそちら見ていただければなと思うんですけれども、このサイン本はですね、狙いに行ってサイン本買いに行ったわけじゃなくて、研究室行って研究して、実験やって夜クタクタになりながら帰ってくるんですけれども、その時にですね、大学の最寄りの本屋さんにたまたま行きまして、結構ですね、あるあるかもしれないんですけども、書店何も買うものがなくても書店行ったりするんですよ。僕なんか今どういう作品売られてるのかなとか結構見に行ったりするんですけれども、これはですね本当にたまたま書店見に行ったら、道尾修介さんのサイン本の風神の手がですね
一冊だけ残っていまして、これもう本当運命だろうと思って、まだ僕読んでいなかったのでこちらの作品、もうねそのまま速攻でレジに直行いたしました。いやー本当に見つけた時はすごく嬉しくてね、もう本当にもうテンション上がりまくりで買った作品ですね。本当ですね、道尾修介さんのサイン会にも行きたいんですけどね、いつか機会があれば行ってみたいなと思っています。こちら作品の内容はある町を舞台にした連作短編集となっていて、その町の中でさまざまな登場人物が、主役となる短編が何個か収録されている作品なんですけれども、まあ、いわゆるですね、なんだろうな、群像劇みたいな感じなんですけども、その時代、ある時代ある時代を切り取って、僕たちは読者としてその町に起きた出来事を読んでいくんですけども、いろんなところで思わぬ人物がつながっていくという、なんていうのかな、ある一人の人物に深く感情移入する作品とかではなく、そのある時代ある時代の些細な出来事がどんどんつながっていくような、そういう伏線の数々を気持ちよく読んでいく小説ですね。あまりですね、僕道尾修介さんの中の作品で短編集というものはまだあまり読めていない作品何個かあるんですけれども、これは本当に新鮮で、道尾修介さんといったらですね、代表作がひまわりの咲かない夏だったり、まあ、シャドウだったり、結構暗めの話を描く作家さんだなというイメージ結構強い方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、今回の作品もですね、まあ、ちょっとしたそういうダーク要素はあるんですけれども、短編ごとに作品のタッチというか描かれ方が違うといいますか、一作目なんかはこう恋愛描写がですね結構がっつり女の子の目線で恋愛物語が繰り広げられていくんですよ。これがですね結構僕新鮮で、まあ、とても面白かったですね。道尾修介さんが恋愛模様を描くとこんな風になるのかという感じで、まあ、その恋愛模様ももちろん面白いんですけど、その中にですねちょっとずつ仕込まれている謎といいますか、ちょっとね張ってるんですよ伏線を。これもまた気持ちいいので、まあ、ぜひぜひ読んでみてください。ということでサイン本2冊目がですね、僕が大好きな道尾修介さんの粉塵の手でした。続いて3作目がこちらです。芦沢陽さんの火のないところに煙は、こちら夏に開催された三大文庫フェアのうちの新潮文庫さんのフェアですね、新潮文庫さんのフェアのところで特集されていた作品のサイン本です。はい、サインを見てみるとこちら芦沢陽さんのサインです。いやー、やっぱり芦沢陽さんの癖のある、また癖のある字と絵が入ってるんですよね。ちょっと可愛い、可愛いですよね。このちょっといたずら心というか、茶目っ気がある感じで、めちゃくちゃ僕大好きなんですけども、芦沢陽さんは本当にこちらはですね、結構ホラー目、ホラーチックなミステリー作品なんですけれども、なんか芦沢陽さんの作風というか、そういうなんかホラーチックなものも結構あるイメージなんですが、悪いものが来ませんようにとか、ちょっとした作品しか読んでいないので、ホラーチックな作家さん、ホラーの作家さんなんだなと思う反面ですね、最近発売された芦沢陽さんの神の握手という小説では、将棋ミステリーらしくて、いや全然なんかホラーミステリーじゃないんだみたいな、結構振れ幅がすごい大きい作家さんなんだなと思いました。将棋のミステリーって全然聞かないですし、一体どういう話になるんだろうってすごく気になってはいる作品なんですけれども、いろんな方向の、いろんなベクトルの作品を書く方ということで、この作品もですねものすごく怖くなれますので、結構ホラー味が強いので、そういうのを読みたいという方はぜひおすすめします。ということで3冊目が芦沢陽さんの火のないところに煙はでした。続いて4冊目がこちら、知念美希人さんの神のダイスを見上げてです。こちら最近買った本で、前の動画でも9月の購入本紹介の時にも触れているんですけれども、こちらもたまたま本屋で見つけまして、もう僕めちゃくちゃテンション上がりまして、もうすぐ買ってしまった作品なんですけれども、知念美希人さんは本当に、まあ、大好きな作家さんでですね、もう大好きな作家さんのサイン本を買っちゃうとすごくテンション上がりますよね。気持ち分かってくれる方いると信じてます。まあ、サインを見てみましょう。こんな感じです。こちらですね、先ほど紹介したサインと違って、知念美希人という文字の要素がですねどこにも見当たらないという、こうザ・サインみたいな感じのサインですね。
これなかなか個性的でいいですよね。すごく僕所有感を満たされているんですけれども、知念美希人さんもですね、サイン本めちゃくちゃ欲しいやつ本当はいっぱいあったんですけど、まあ、緊急事態宣言ということもあって大型書店に行けない、期間というのもありまして、そんな中ですね、近くの書店さんでゲットできたっていうことは、いやかなり運命だなと思って買いましたね。こちら僕まだ買ったばっかりなので詳しく紹介できないんですけれども、この人類滅亡の隕石が衝突する前の人間を描いたミステリー小説らしいです。知念美希人さんとお医者さんでもあり作家さんという方なので、結構そういう設定も描くんだと最初はちょっと驚いた設定の作品で、まあね、知念美希人さんといえば圧倒的な読みやすさだと思っているので、この作品もですねすぐね物語の世界に入り込めるんじゃないかなって思っています。読んだらぜひ動画で紹介しようと思いますのでお楽しみに。ということで4作目が知念美希人さんの神のダイスを見上げてでした。最後の作品がまだ開けていないサイン本になります。それがこちら、ゆうみりさんの JR 上野駅公園口です。まず開けて皆さんと一緒にサイン見てみようと思います。あー、このまま撮っておきたい気持ちもするんですけどね。開けますか。はい、こちら開けました。見てみましょう。ちょっとよし撮りますね。すっじゃーん、おーおー、すげーすげー。時は過ぎない2021立春と書いてあります。いやー、メッセージ付きのサイン本ですね。いや素晴らしい、やったー。いやーかっこいい。いや僕も今初めて見たので、いやこんな感じなんだと思ってすごい今テンション上がってるんですけれども、こちらですね、なんで手に取ったかというと、まずこちらミステリー作品ではないんですよ。一応ジャンルとしては純文学作品なのかなと思うんですけれども、こちらですね、僕が出演している別のチャンネル、本琴といういろんな小説を紹介する YouTuber の方が出ているチャンネルがあるんですけども、そのチャンネルで、まあ、一緒にMC をやらせていただいている純文学系 YouTuber のなすちゃんがですね、動画で紹介しているのを見ていて、すごく面白そうだなと思って動画見てたんですけど、まあ、いつものようにですね、書店に行った際にもうこのゆうみりさんの動画で言ってた作品がサイン本として置いてあってですね、いやこれはもう買った方がいいよってこうタイミングというか神様が言ってるなと思いまして、ゆうみりさんの作品初めて手に取らせていただきました。本当にですね、すごくあれですね、贅沢ですよね。初めて手に取る作家さんの本がサイン本ということは、まあ、すごく贅沢なの分かっているんですけども、まあ、すぐ買おうと思いまして買いました。ミステリー小説以外も僕結構いろんな作品好きで読むんですけれども、まあ、最近はミステリー以外は読めていないんですが、こちらの作品もね、もう本当にずっと読みたくてですね、このサイン本が目に入ったというタイミングが結構僕のタイミングと運命的にあったのかなと思いまして買いましたね。これめちゃくちゃ全米図書賞受賞ということで、かなりですね有名な作品ということで、まあ、いろんな方がですねいろんな書評を上げていると思うんですけれども、僕もですね自分がこれを読んでどういう感情になるのかっていうのを結構楽しみで、すごく読みたい、楽しみにしている作品です。ということでサイン本5作目がゆうみりさんの JR 上野駅公園口でした。はい、ということでサイン本5作品紹介していきました。結構まだ読んでない作品あるんですけれども、ちょっとサイン本ということもあって大切に読んでいこうと思っています。作品を手に取るまでのエピソードというところで、結構サイン本はね他の作品と比べてより一層印象に残るというか、自分の中で特別な感じが出る作品だなと思いましたね。でもですよ、作者さんのサイン会にぜひね行ってみたいですね。皆さんもサイン本のエピソードもですねぜひコメントでいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そしてこのチャンネルではこのようにいろんな小説を僕は紹介していくチャンネルになりますので、いろんな小説知ってみたいという方はぜひチャンネル登録と高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。17